にちは。はい、始めました。君がズッキーニ第8回目でございます。2009年5月16日土曜野菜市をしながらお送りしております。今日も太田ユニフォームセンター公開スタジオお届けです。はい。いらっしゃいませー。いらっしゃいませー。いらっしゃいませー。ありがとうございます。いらっしゃいませー。はい。そんなにぎわってないですけどね。はい、こんな感じでいきましょう。お送りするのは、野菜を作ってる留田と、留田さんの友達の太田と申します。よろしくお願いします。はい、あれですね、いちごのシーズンで絶好調ですね。絶好調ですね。やっぱりいいですよ。いちごの香りがね、まさにほのかに漂うというかね、いいです。留田さん、いちご、いちご好評ですよ。よく売れてます。一時はこの氷でどうなるかと思いましたけど、はい、ね、その氷をくぐり抜けてやっと、ね、やっぱりね、なんていうか、そういうムードみたいなものもね、やっぱり楽しむというかですね、この季節ね。まあこれどうなんですか、どこでも売ってるんですか、今いちごっていうのは。売ってるじゃないです、どこでしょ、はい、まあ今季節ですから、ね、はい、まあ、それでもちょっとフラッとね、ここに立ち寄ったついでに買っていってくださる方もいらっしゃるっていうのはなんか嬉しいですね。このカウンターテーブルにも厚かましく置いてますけどもまあこのおかげで店の中が入ってきた瞬間にいちごの香りがするという、ね、いいですね。いいんですよこれ実は。結構ね、それでね、ポコンとこうね、300円入れたりとかですね、はい、そういうこともいらっしゃるんで、まあやっぱりそういう雰囲気的なものっても大事だなと、うん、はい、やっぱり彩りっていうのは大事ですね。そうですね、これいいですわ、うん、さすが、さすがいちご様様。はい、今週いちごデビューでした。いちご、うん、美味しいイチゴですよ、はい、本当に、はい、野菜の作業ですけど、今週はね、きゅうりとトマト、前にトンネル、ビニールトンネルしたっていう話したじゃないですか、この間。はい、そうですね。あれを取って支柱とかを立てる作業をしましたね。ほうほう。で、最終的にはその周りを網で囲う。なるほど。カラスが入ってこない。これあれですか、これ喋りながらそういう画像が出てたりするんですか、今ここに、ここに、今ここに、これこれ今、これですか、これですよね。そんなこと言われたらしなきゃいけなくなる。これのことですよね、今言っておられるのは。そうですね。そういう編集をしてくださるという。うん、はい、バチッとあるかどうかわかんないんですけど、まあ中にそういう映像、そう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 、画像があるかもわかんないんで、そういうのも楽しむんですよね、はい、これね。はい。君がズッキーニは。はい。これで、やっぱり支柱、とか、うん、網っていうのは本当に大変なんですよ。何が？設置するのが。設置するのが、ね、の網触ったことない人はあまりわからないかもしれないですけど。全然わかんない。わかりやすく説明してくださいよ。とにかく絡まるんです。絡まる。網が。網に。網、鉄？何？普通のもうビニール紐とかですけども、もう支柱とかしてるじゃないですか。それをそこにかけていくとなると、そこに引っかかって、また地面をザザって引っ張ってしまったら下のゴミも、なるほどね、一緒に巻き込んで網にね、うん、つくし、うん、まあ、野菜とかにも絡まったらいけないし、で、なるほどね。それはあれですか、やっぱり慣れてくると手慣れなんか作業も効率良くなる。それともやっぱりもうこれは永遠にそういうもんなんですか。ちょっと留田さん、永遠の部分でしょうね。風がない日だったらいいんですけども、なるほど、風が吹いた日にはもうやめてくれよみたいな感じなんですよ。お天道様のご機嫌に左右されるわけですね。そう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 、なるほどなるほど。ちょっと油断すると自分も絡まりますからね。ああ、それが一番いいかもわかんないね。もうそのまま絡まっとけよっていう。いや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 、もう ね、これはね、ぜひ誰かに体験してほしい。これほど鬱陶しいものなのかっていうのをね。ほんまカラスが来なかったらいいんですけどね。やっぱり一番カラスとか避けるので有効的なのは本当に物理的に遮断してしまうので、まあ、人間が絡まるほどなんでね、はい、まあいろいろなものも絡まるというね、はい、まあ、作業はしにくいということなんですね。そうです、なるほど、大変です、まあ、ご苦労様です、皆さん。本当あれでした、ね、きゅうりもね、一応な一番初めのやつがなってましたね。それは全部自分のうちで食べちゃいましたけど。なんだよ。とりあえず食ったんだ。とりあえず美味しかったですね。うん、あ、いいですね。きゅうり僕好きですから。いいと思います。はいはい、どんな風にして召し上がったんですか？もう普通に塩漬けです。塩漬けですか。はい、いいなぁ。また、
近いうちにお届けできると思います。いろんなものをね、もうその時はいち早く太田さんに持ってきます。俺は食べてまたこう、うわかったって言うと、そう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 、うまいわーって言ったらいいんですよね。本当にね、心の底から言いますよ、うん、はい。今モロッコインゲンってやつを植えてるんですけれども、うん、そこにマルチフィルム、マルチっていうのをかけるんですよ、黒い布、うんうん、それで黒、あ、布じゃないですね、ビニール、うんうん、でそれすると土の温度が暖かくなって早く成長するっていうやつなんですけども、あ、まあ草も防げるっていうやつなんですけども、ちょっと風が強い日がありまして、うん、それがパラーンとめくれちゃいまして、でどうなりになりました、もうあれですか、またうん、ちょっと直してまた頑張ってしましたけど、その何ですかね、もうこの天候に左右される、そうですよね、一回やった作業また本当に、ね、振り出しに戻って、まあ、農作業っていうのは本当に万事そういうことなんですよね、うんうん、なるほどね。なんていうの、その、まあ、お天気がいいから今日は外に干そうとかとかっていうわけにはいかないですからね。もうずっと外にあるものですからね、ね、畑とかっていうのは、うんうん、ああ、だからまあそれ、まあ、こういうことが経験しながらということになるんでしょうけどもね。はい。はい、本当にね、まあいろんな人も来るし、お店の立場で言うといろんな人も来るしね。はい、まあまあいろんな苦労をぜひ乗り越えていきましょうよ、富永さん。なんかイチゴを見ておられますね。はい。お客さんがね、お客さんなのか店の人なのかわかんないですけど、ちょっと今野菜を見ておられますね、一、はい、人ね。うん、まあそういう感じね。今おすすめの野菜ですけども、はい、新玉。新玉、玉ねぎということ。玉ねぎですね。新玉ねぎが出てきました。来ましたね、玉ねぎ。玉ねぎっていうのはやっぱり寒暖の差が激しいと、はい、甘みを蓄えて、うんうん、美味しくなります。なるほどね。はい。これは今ちょっと出来たて。そうです。玉ねぎ。はい。うん、出来たてをもう畑から直に持ってきてます。うん、まあ、本来だったら一回収穫したのを軒下とかに吊るして乾燥させて持ってくるんですけれども、これいつから持ってきてたっけ、これ今週ぐらいですよね、はい、昨日泣いてましたよ、玉ねぎ切ってでハンバーグ食いましたから、うん、多分あれこれね、涙の玉ねぎでしょ、そうです、やっぱり、はい、新玉っていうのは甘みが強いですよ、こう泣いてましたわ、うん、なるほど、玉ねぎといえばね、やっぱりね、台所で泣くというね、はい、そういろいろとね、料理のねにも使えますからね、これね、はい、そうか、今週から玉ねぎも登場してきたんです ね、 そうですね、いいですね、オッケー。まあ玉ねぎのまあ選び方ですけども、ほうほう、まあ同じ大きさのサイズだったらやっぱりちょっと持った感じ重たいやつの方が身が締まっとって、そうですか、美味しいです、なるほど、でやっぱり頭のてっぺん、うん、根っこがあって上に玉ねぎ頭のてっぺん、はい、辛くさりやすいんで、うん、そこをよく注意して、うん、ああ、そのあたりの状態がどうかっていうのを見ると、うん、まあ、あと乾燥されたものが出てきたらやっぱりその茶色い、うん、薄皮ですかね、あれの張りのいいもの、なるほどね、選んでください、なるほどね、そんな感じでしょう、なるほど、はい、いやー、いいです、美味しそうですよ、玉ねぎもね、うん、はい、まあまあ本当無事にこうやってね育ってくれて、まあ、よかったですね、ありがたいことですね、はい、何よりも、はい、じゃあ、そろそろ時間です、そうですね、太田さん来週ですか、ステージ、そうですよね、もう正味営業ですわ、営業ですか、営業ですわ、いろいろいいですね、これそうですよ、ちょっとね、まあ、まあちょっとした、はい、ステージ立っています、あ、知ってますか、竹の浜にあるんです、はい、竹の浜に、竹の浜にありながら奥木の先あるんです、ホテルがね、ホテルさんがあって、まあ、そこの食事会に呼んでいただきました、本当出なかったですよ、そうですよね、だからトメちゃんと僕のステージを見て、まあどないやとっていうことで声かけてくださった方のステージがいよいよ来週なんですね、はい、はい、24日日曜日にありますからね、はい、僕はジロハッタの練習に出れませんけど、そうなんです、ね、頑張ってください、そうですね、まあ僕らは頑張りますよ、だからまあそこでまた次の仕事を取ってきますから、はい、お願いします、はい、まあいろいろと、まあ、誰か出れないときはまた誰かということで、はい、やれたらいいと思うんですけどね、まあ、ジロハッタも頑張ってください、風邪ひいてる場合ちゃいますよ、はい、風邪ひいてないです、ちょっと頭痛い、ちょっとなんか寒い日が続いたんで、ダメですよ、頭痛いです、はい、はい、そういったわけで、はい、今月に第8回目、8回目ね、はい、お送りしました、ありがとうございました、はい、またよろしくお願いします、ありがとうございました、